本日はご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより上映後のトークイベントを行いたいと思います。ピーター・バルカンさん、よろしくお願いします。はい、去年この音楽映画祭をやろうという話をあちらにいる小倉さんに提案をいただいて、早速いろんな、皆さんに見てもらいたい、あるいは自分も見たい作品を選び始めた中に、このディーバが入ってました。最初に見たのはかれこれ40年近く前になるんですけど、音楽映画祭ってなぜかすぐ頭に浮かんだ一つがね、これだったんですね。音楽映画と言っていいかどうか分かりませんけど、僕としてはすごくそんな感じが今でも、あります。ピーターさん、ディーバのどんなところがお好きなんですか？かっこいいんですよなんかね、カットの一つ一つが全部ね、もう見てて美しい、あのセンティア・ホーキンズのあのアリアももちろんすごく印象に残るんですけど、僕はね、どちらかというとオペラ好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか？全然オペラなんか聞かないけれど、この映画、これを何をきっかけに見たのかもう思い出せないんですけど、少し話題になってたんでしょうね、あのフランスで公開されたのが81年のはずですけど、日本も数年遅れだったと思います、で、まあ、とにかくね、見てね、もう惚れ込んじゃって、ストーリーもすごく面白いし、あの例えば彼が住んでるあのアパートのあの壁の絵だとか、手前のあの壊れた車だとか、もうディテールの一つ一つがとにかく面白い。で、あのバイクのチェイスシーンとかね、すごいですよね。あのいくつかあのチェイスのシーンって言ったら、ブリッドとかね、フレンチコネクションとかね、あるんですけど、それに負けないぐらいのすごいものがあると思いましたね。しかもそれがあのモビレットっていう、あの元って言ってますよね、映画の中で。あれがまたね、可愛らしくてね、あのあとあの録音機の名倉もすごい印象的に出てきますけれども、そうですね、あのあれはまあご存知の方もいるかもしれませんけど、映画のロケでもっぱら使われる高級ポータブルなあのテープレコーダーですね。もう今は多分もうあまり見かけることがないかもしれませんけど、あの僕が82年に、戦場のメリークリスマス の坂本龍一の付き人としてずっとあの行ってたんですけど、確かあの現場でもね、名倉を使ってたと思います。だから同じ時期ですからね、まだ使われてたんですね。おそらくデジタルに変わってからだん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 、今はもう全部デジタル録音なんでしょうけど、あれは映画の世界ではものすごく重宝されたものでしたね。なんかジュールが持ち込んで本当にあんなに綺麗に撮れるのかなとか思ったんですけど、だからね、マイクロフォンは見えてないんですよねあれはね、高級テープレコーダーって言ってもマイクロフォンがないと撮れないんだから、あれはちょっとね、ちょっとボロが出てたと思いますファンタジーということでそうですよね、あの映画のディーバは、9月の16日の金曜日からあのヒューマントラストシネマ渋谷とアップリンクの吉祥寺でまた全国順次公開になります。はい、今日初めてご覧になった方はどのぐらいいますか？半分くらいがそうですね、あの40年前の感覚と今の感覚でおそらく違うだろうから、皆さんどのように見たか興味がありますけど良ければラジオ宛てにメールでもいただければよろしくお願いします。またツイッターとかインスタグラムとか SNS でもあの9月の、来週ですけど、本公開に向けて盛り上げていったらいいなと思います。またご覧になりたい方はロビーにチラシもございますので、そこでチェックをお願いできたらと思います。はい、まあ、今日、時間が遅いですし、皆さんも多分もうお帰りになりたいでしょうか長々と喋りません。はい、じゃあ
ビーターバルガさん、どうも本当今日は一日またありがとうございました。今日4本見て、明日5本ですね。明日もまたね、たくさんいいのが、控えてますので、よろしければまたいらしてください。お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。